皆様こんにちは。この動画では MP3000 コントローラーのイースターキャット通信についてご紹介いたします。私は安川電機モーションコントロールスクール村松と申します。よろしくお願いします。イースターキャットはドイツのベッコフ社さんが提唱し、イースターキャットテクノロジーグループによって運営されているオープンネットワークです。 イーサネットをベースとしたリアルタイム性の高いプロトコルでヨーロッパを中心に利用が増えており国内での普及も進みつつあるネットワークですイーサキャット通信は IEEE1588 に基づいた同期方式によって1マイクロセック以下の実態での同期を可能にしています接続形態として LINE、STAR、t r e e リングなど様々なトポロジーに対応しています。サイクリックな IO 通信、PDO 通信と非同期的なコマンドレスポンス通信である SDO 通信を行うことができます。各機器の通信設定に必要な情報は ESI ファイル、インスタキャットスレーブインフォメーションファイルとして各メーカーから提供されます。ESI ファイルと トポロジーを含めたネットワークの構成情報を ENI ファイル、イーサキャットネットワークインフォメーションファイルとして作成します。イーサキャット通信のマスターモジュールは、この ENI ファイルを書き込むことによってセットアップを行います。MP3000 コントローラーのイーサキャット通信モジュールを紹介します。MP3000 のイーサキャットの通信モジュールとしては、 マスターモジュールとスレーブモジュールの2機種があります。略称 264IF-01 は e サ a c a t 通信のスレーブモジュールです。2つの e サ a c a t 通信コネクタを備え、ライン型のトポロジーに対応しています。264IF-01 の ESI ファイル、スレーブインフォメーションファイルは 当社の技術情報サイト、イメカサイトからダウンロードすす。ることができますイメカサイトのトップページからダウンロード各種ファイルコントローラー進んでいただくと各種のファイルをここに上げてあります 264if-01 のスレープインフォメーションファイルとしては データサイズの異なる4種類のファイルをご用意していますので使い方に応じたファイルをダウンロードしてご使用ください略称 264if-02 はイーサキャット通信のマスターモジュールです IO マスター専用となっておりモーション制御機能には対応していません IO 通信 PDO 通信を行うことができます SDO メッセージ通信については内部システムの専用になります。RJ45 のコネクタを2つ装備していますが、片方はコンフィグレーション、セットアップ専用のイーサネットの通信ポートになります。イーサキャット通信のコネクタは1つだけなので、リング型のトポロジーには対応していません。今回見ていただくデモの機器構成です。 CPU モジュールにイー s a c a t のマスターモジュール 264IF-02 を装着し、M システム技研様のイモタ応モジュールをつないであります。こちらが実機の画像になります。コントローラー MP3300 の CPU モジュールに 264IF-02 インスタキャットのマスターモジュールを装着し M システム技研様のインスタキャットの IO モジュールをつないでありますリモタイオモジュールの先にはトグルスイッチと LED のランプがつないであります 作成済みの ENI、ネットワークインフォメーションファイルを 264IF に書き込んでセットアップを行って、簡単なデモになりますけど、入力信号を読み込んで、出力に、ループバックで出力すると、LED ランプを点灯させると、簡単なデモを見ていただきます。i サキャット通信のマスターモジュール 264IF-02 のセットアップには、 キサキャットのネットワークインフォメーションのファイル、ENI ファイルが必要になります。ENI ファイルを作成するためのツール、EC エンジニアはお客様準備になります。接続するスレーブ機器の ESI ファイル、スレーブインフォメーションのファイルを各メーカーから取得して、ツールを使ってファイルの作成を行ってください。作成済みの ENI ファイルを使ったセットアップ手順を説明します。 ENI ファイルは通信モジュールと CPU モジュールの両方に書き込むことが必要です。はじめに通信モジュールに ENI ファイルを書き込みます。264IF-02 には2つのコネクターがあります。片方はセットアップのためのコンフィグレーションのポート。もう片方が e s ーーキ c a t の通信ポートになります。e s ーーキ c a t の通信中は セットアップができないため一度稼働中動作中の場合はイーサキャットのケーブルを外してイーサキャットの通信を止めますもう一つのコンフィグレーション用のポートにパソコンをつないでパソコンのブラウザーなどから 1921681-80IP アドレスに接続してツールの画面を開きます パソコンのイーサネット通信の設定は MPE720 を使うときと同じように IP アドレスを固定の192.168.1-2などに設定しておいてください。開いた画面から ENI ファイルを通信モジュール 264.IF にダウンロードします。次にコントローラー側ですね、CPU モジュール側にも え、ENI ファイルを書き込みます。720から、モジュール構成定義の画面、MC Configurator ーーの画面を開いて、詳細定義画面から ENI ファイルを書き込んでいきます。264IF02 の下側の ESACAT のコネクタですね、ここを外します。 上側のコンフィグレーションのコネクタポートにパソコンのイーサネットの通信のケーブルですねこれを差し込みますパソコンのブラウザを立ち上げて接続先 IP アドレス192.168.1.80ここにつなぎます そうすると、このようなですね、ツールの画面が開きます。インフォメーションとして接続されている通信モジュールですね26、264if-02 という略称が表示されます。コンフィギュレーションポートの IP アドレスを変更したい場合は、こちらから変更することもできます。コンフィギュレーションのタブをクリックして、ネットワークインフォメーションのファイルを選択します。 ファイルを選択したらダウンロードのボタンをクリックして通信モジュールにファイルネットワークインフォメーションのファイルの書き込みを行います通信モジュールへの書き込みが終わったら同じ ENI ファイルを CPU モジュールにも書き込んでいきます720の マイツール画面からモジュール構成定義ボタンで MC コンフィグレータ、モジュール構成定義の画面を開いて 264if-02 のスパナボタンをクリックして詳細定義の画面を開きます。コネクションリストのタブから ENI インポートのボタンをクリックしてファイルを選択して 書き込みを行います ENI ファイルをインポートしたら詳細定義のファイルから保存を行ってフラッシュ保存を行います。 これでセットアップが完了になります。ケーブルの接続を元に戻して、イーサキャットのケーブルを接続すると、イーサキャットの通信が実行され、リモーター用モジュールからの信号の入力、コントローラーから リモート IoA の出力がこのように実行されます今回は MP3000 のイーサキャット通信についてご紹介させていただきました 264IF-01-02 のマニュアルなどにつきましては当社の技術情報サイト e- メカサイトから電子ファイルの形でダウンロードいただくことができます 安川電機では埼玉、愛知、大阪、福岡の各会場でモーションコントロールスクールを開催しております。一人一台のトレーニング機材、実際の実習機ですね。こちらの方を操作していただきながら製品の理解を深めていただくことができます。機会がありましたら、ぜひ会場の方へも足をお運びください。